お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 横浜 GNA ベイターズベースボールカード2020の開封動画2回目の後編10パックやっていきたいと思います。それでは早速ねやっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。で、アレックス・ラミレス監督でございます。井野長一、投手でございます。戸柱康隆捕手でございます。伊勢博夢投手でございます。で、上里和樹外野手のカードでございます。藤岡義明、投手でございます。これ元ね日ハムでございました。で、2パック開けていきたいと思います。坂本裕也投手でございます。峰井宏樹投手でございます。濱谷晃大投手でございます。マイケル・ピープルズ投手でございます。で、佐野啓太内野手の、ね、これカードでございます。柴田達弘内野手でございます。3袋目でございます。マイケル・ピープルズ投手のカードでございます。山本雄大、捕手でございます。益子恭介捕手でございます。京山雅也投手でございます。浜口春弘投手でございます。で、山崎安明投手のカードでございます。4袋目でございます。田辺隼人内野手でございます。タイラー・オースティン内野手でございます。高城修斗捕手でございます。宮本周明外野手でございます。で、伊藤光捕手の、ね、カードでございます。東克樹投手でございます。5袋目でございます。田辺隼人内野手でございます。倉本俊彦内野手でございます。マイケル・ピープルズ投手のカードでございます。篠直人内野手でございます。で、直筆サインカード出ますね。これは石田健太投手の、直筆サインカードでございます。90cc でございます。で、上里和樹外野手でございます。はい、6袋目でございます。で、梶谷隆之外野手のカードでございます。赤間健投手でございます。ネフタリストと内野手でございます。平田健太郎投手でございます。進藤拓也
投手でございます。伊藤幸也内野手でございます。7袋目でございます。宮崎敏郎、内野手のカードでございます。砂田芳樹、投手でございます。笠井高政投手でございます。石川武博内野手でございます。中井大輔内野手でございます。浅田壮太投手でございます。8袋目でございます。アレックス・ラミレス監督でございます。石田健太投手でございます。倉本俊彦内野手でございます。伊藤光捕手でございます。三上智也投手でございます。斉藤俊介投手でございます。9袋目でございます。森圭斗内野手でございます。山本雄大捕手でございます。笠井高政投手でございます。武藤雄太投手でございます。ネクストマックスアップの、伊藤幸也内野手ですが、こちらね、限定でございます。こちらがね、50シリでございます。櫻井修斗投手でございます。で、最後の10袋目でございます。タイラー・オーチン内野手でございますのカードでございます。タイラー・オーチン選手でございます。武藤雄太投手でございます。で、中川光投手でございます。三島和樹投手でございます。で、今永翔太投手のカードでございます。で、最後はエドウィン・エスコバー投手でございます。はい、以上で BBM 横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2020の開封動画2回目の後編10パックやっていきたい10パック終わりましたね。またね、15日に、今後の予定なんですが、またね、あの新作が出ますのでね、2月の下旬にね発売されますので、ね、もちろんあのやりたいと思いますので、よろしくお願いします。またね、15日もね、1回ね、あのやりたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。なお、サブチャンネルでは、夕飯動画、試食動画をやっております。で、たまにショート動画の方も上げてますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。